今日はこの第2部高知山の第1幕上州屋七店の場というところから下段楽を3曲弾きます。まず幕開けはこれは鶴屋南北作詞の曲でして、幕開けと仁左衛門様の高知山がね、最初に花道から出てくるときは歌付きで弾かれて、あとは下座音楽でしばらくね、いろんな風に使われてます。5本の煮上がりです。50両貸せっていう無茶を言っているんですけども、まあそれをまあその店の者が抵抗したりなんだりかんだり褒めてる。それでお前じゃ話にならないから店の奥に行って直接その奥方にね話をするっていう話になって止められてて、そこにファッとこう奥方が現れます。でそこで雰囲気が、その揉めてた雰囲気がガラッと変わりまして、まあその変わるイメージっていうのが、ただ相方の三下がりになりまして、それがゆったり上品に惹かれてるので、なんかそれまでの揉め事からさらっと空気が変わるんですね。5本の三下がりです。この曲をバックにしながら、今日はちょっと取り込みがあってね、奥で親戚中がね集まってますので、申し訳ないですけど高知山様、今日はねお聞き取りいただけませんかっていう風にそこの店のね奥方が言うわけですよ。で高知山は、え、の取り込みって何ってなるわけですけども、そうしたところ、実はあのお屋敷奉公している娘富士のことでとなるわけです。そしてまあ娘ということで、高知山は、あ、じゃあ男でも作って逃げたんかというと、いやいやそんなことではない、じゃあ、大病をね、患ってるのかって言うんですけども、で、まあ、病気であればね、天命として諦めることもできるんですけど、じゃあ何なんだということになって、実はというふうに進んでいきます。まあ、ここから事件の説明になるわけですけども、そこで曲がまた変わります。同じく5本の三下がりで変わった相方。大名家に腰元を奉公している娘がね、大名にね、目をつけられて、目がけになれて責められて、それを拒否してると、一部屋に押し込められて、もう大変な目に遭って、このまま行くとも死んでしまうだろうということで、どうしようどうしようってみんな、親戚一同ね、頭を集めて悩んでるっていうことなんですね。で、そうしましたら、女中の一人が、高知山様はこういうことに慣れてるんじゃないか、何かいい案を出してもらえば助けてもらえないだろうかっていうようなことを言うんですね。それでお願いできるでしょうかとなって、でその時にひじき油揚げの惣菜ばっかりね、食ってるお前らと。いいアイデアはないだろうけど、いつも大名家に出入りして美味しいものを食べてる自分ならどんどんアイデアがあるよ。それはできるけどねっていう話になるんですね。
ただしお礼はってことになって、当て付けに100両、成功したら100両みたいになって、まあ、そこで、またその、店のものが、そんなのは、みたいになったり、ごよごよするんです。で、親戚のおじさんが出てきて、バンと100両渡してね、じゃあそれで、じゃあこれから高知山が助けに向かうぞっていうところになって、2幕になります。この幕があって、2幕のね、その、構想ぶりがね、とても面白くなります。以上です。